ミケーレ・カンポレーゼは、イタリア・ピサ出身のサッカー選手。ポルデノー・ネカルチョ所属。ポジションは、センターバック。生まれ故郷のピサに所在するポリス・ポルティーバ・ガルゼルラ・マリネーゼというサッカースクールでキャリアを始めた。11歳であった2003年にアコフ・フィオレンティーナのエソルギエンティに移り、以後2013年に、レンタル移籍するまで同クラブでプレーした。 2008から09シーズンにはアディエビにてカンピオナーとアディエビナツヨナーリを制覇する。2009から10シーズンはトップチームでの背番号を与えられたがプリマベーラの試合のみに出場する。2010年10月26日に行われたコッパイタリアでのタイエンポリ FC 戦にて75分にアレッサンドロ・ガンベリーニとの交代でトップチームでの公式戦にデビューする。 同年11月20日、アウェーで行われた、タイ AC ミラン戦において、後半開始から、途中出場し、18歳にして、セリエ A のカンピオナー後にデビューする。続く11月27日の、タイユベントス FC 戦には先発出場し、途中負傷交代したもののミラン戦と共に、出場時間中は無失点に抑えた。その後、レギュラー選手が怪我で離脱する中、 スターティングメンバーとしての出場機会を増やし、2011年2月13日の対 US チッタディッパレルモ戦では、セリエ A 初得点を決めチームのシーズンアウェイ初勝利に大きく貢献した。18歳という若さでセリエ A にデビューした、このシーズンは9試合出場、1得点を挙げた。また掛け持ちしていたプリマベーラでも、コッパイタリアプリマベーラのタイトルを獲得した。 2011年11月22日には2016年6月30日まで契約を延長したことをクラブが公式発表した。2011から12シーズンはプリマベーラの試合と兼任でトップチームにもたびたび招集される。後半戦になると出番が増えリーグ戦7試合に出場した。順調なキャリアを歩んでいたが2012から13シーズンは怪我によって 長期離脱を強いられ、全試合を欠場した。シーズン終了後の2013年7月12日に、セリエ BAC チェゼーナへ、ローンで移籍することが発表された。怪我からの回復が遅れるも2013年11月1日に、タイテルナーナカルチョ戦に後半73分から、途中出場し、セリエ B デビューするとともに約1年半ぶりに、公式戦に復帰した。 同年11月17日に行われた、対 AAS チッタデルラ戦では、ケガ明け後初先発を飾り、さらにセリエ B 初となる一得点を挙げた。クラブは、プレーオフを制して、翌シーズンのセリエ A 昇格を決めた。2014年8月11日、FC バーリ1908に期限付き移籍することが、発表され、引き続きセリエ B でプレーすることとなった。 2015年7月24日、エンポリエ FC と2018年までの契約を結んだ。2016年7月6日、セリエ B のベネベントカルチョに3年契約で加入することが発表された。シーズン後半から出場機会を得るようになり、クラブ史上初のセリエへ昇格に貢献した。2017年8月31日、セリエ B に昇格したホッチャカルチョへ、 シーズンローンで加入することが発表された。レギュラーとしてリーグ戦38試合出場1得点を記録し、シーズン終了後に買取義務が履行され完全移籍となった。2009年10月から11月に行われた 2009FIFAU-17 ワールドカップのイタリア代表メンバーに選出される。グループステージ、準々決勝の計四試合すべてに先発出場し、 第2戦の韓国戦では得点も上げている。2010年に行われた U-21 トルコとの親善試合において18歳にして飛び級で U-21 に招集同試合にはスタメン出場を果たした。各アンダー世代のイタリア代表に招集されている。クマエルハジババカルラと共にビオラ株組織の黄金世代であり。 カンピオナートアリエービナツヨナーリー優勝時のチームでキャプテンを務めた。2009FIFAU-17 ワールドカップにはレギュラーで出場、準々決勝進出に貢献する。足元の技術が高くフィジカルの強さを生かした対人プレーに秀でている。また後方から攻撃参加やゲームメイクも可能であり、子供の頃は中盤で司令塔の役割をしていたこともある。 トップチームに若くしてデビューし、フィレンツェでは新たなネスタと期待される。ありがとうございます。